さよならなのは分かっていたけれど、知らないままであがいてみたんだ。あなたは私の向こうに、私はあなたの向こうに、何を見る？こんにちは。今日も愛子さんの新曲の分析をしたいと思います。なんでこの曲引き続きやるかというと、非常に様々な、理論的手法を使ってされているので、勉強になるということなので、この曲引き続きやっていきます。これはサビのコード進行になりますね。今歌ったのがサビです。そして早速やっていきましょう。この曲は G メジャースケール、つまりソドレミファソラシドとするソドとするドレミファソラシド、ソソとするソドとするドレミファソラシドに乗る、メロディーなので、C メジャーセブンスというのは4メジャーセブンスということになります。そしていきなり、C マイナーセブンス、つまりモーダルインターチェンジが起こっています。メジャーがマイナーになってモーダルインターチェンジが起こっています。C マイナーセブンスで、B マイナーセブンスは3マイナーセブンス。はい。そしてここで、裏コードが出てきてます。裏コードっていうのはどうやって書いてあげるかって言ったら、サブ5。で、この後ろで半音下の A マイナーセブンス。A マイナーセブンスというのは数字で言ったら2。ってことはサブ5オブ2ということになる。半音下の2に落ちてるんやから、ここはサブ5オブ2って書いてあげる。そして、下向きの矢印は裏コードの場合は点線で書くと、マイナーセブンスコードトーンコード、スケールコードスケールコード、なんて言った方が一番皆さんに伝わるんだ、ダイアトニックコードという、まあ、基本的な裏コードの形。こっちは上向きの矢印、そしてここが2マイナーセブンスということになります。で、また3マイナーセブンスに行って、まあ、3マイナーセブンスに行って、で、4メジャーセブンス、3マイナーセブンス。はい、ここちょっと変わった動きしてますね。いつだったかな？サザンオールスターズの曲で、説明した7、フラット7メジャーセブンスが出てきます。フラット7メジャーセブンス。フラット7メジャーセブンスっていうのは、ソをドとするドレミファソラシドの上に乗ってるんですけど、その1音下のやつです。つまりF メジャーセブンスのことです。 F メジャーセブンスはフラット7メジャーセブンスというふうに書いてあげます。まあ、実際、ダイアトニックコード、本来は、F シャープが7マイナーセブンスフラット5になるじゃないですか。でもその F シャープじゃなくて、今回 F が出てきてるので、フラット7メジャーセブンスという風に書いてあげるというお話です。はい。で、ここ、E マイナーセブンス。E マイナーセブンスは、
なんだったっけ、3がじゃない、6です。 Em7 は6です。で、ここもまたあれですね、あのディミニッシュだったりマイナーセブンスフラットファイブが出てきてますが、こういう時は、半音進行させてる時に、出てくる、よく出てくるやつです。でもまあこの辺はあのマイナーでもやったので、マイナーのメロディックとかハーモニックとかの時に、こういうディミニッシュセブンスとかマイナーセブンスフラットファイブとか出てきたので、わかると思うんですが、まあ今回はメジャーの方で考えていきましょう。 D というのは5です。その半音上なので、シャープ5ディムセブンスで5セブンス、4シャープシャープ4マイナーセブンスフラットファイブで4メジャーセブンス、2マイナーセブンス5セブンス4メジャーセブンス、あ、ここ間違えてる、ごめんなさい、6って言いながら4書いてました。はい、今回こんな感じになります。でですね、裏コードを使うか、それともディミニッシュやマイナーセブンスフラットファイブを使うか、落ちてくるときにどっちを使うかってすごい気になると思うんですけども、メロディーに乗る方をより綺麗に乗る方を選んであげるのが普通かなと思います。まあ、あえて乗らない方を選ぶっていう手もあるんですが、まあ、基本的にはより綺麗にメロディーに乗る方を選ぶというのが、普通になります。で、メロディーに乗せる、メロディーとコードの関係におけるルールっていうのは、基本的にはコードトーンの半音上をメロディーが行かないようにするということになります。逆に言えば、メロディーがコードトーンの半音上を行っている場合、それはその半音上のコードの音になってしまうよということですね。伝わりますかね。ここの部分はまあ正直、わからなくても構わないです。今口で言ってることについては。とりあえず、この分析ができるようになってください。はい、ありがとうございました。